くりしてってね。ゴッドボイス3回使用で人のクズ挟み撃ちを縦に並べてやった。第35話の最短ターンクリア、始まるよ。最大限人のクズするにはどうすればいいか？うつ主は考えました。答えは簡単。使えるやつは死ぬほど働かせて、使えないやつは容赦なく切る、鬼になるしかありません。ヒット作をリメイクする際、その問題点の解消を目指しますが、これじゃないと不良になることがあります。ゲッターロボ号がそうでしたが、ゲッター再評価のきっかけになりました。青4機通常、緑2機人のクズ育成、生き残りは4機。ガッテス、グランベイル、ラムジードは16、17、18と末尾登録されたため、修正値を下げるので肉にできませんが、合体ロボ分離の邪魔なので5社で間引きします。新ゲッターロボは長い合体デモが始まるので出撃させません。うつ主は第4次で初めて知り、もちろん大好きですが、少しだけ見てたゲッターロボ号を不憫に感じてしまいます。未だにアニメ版の完全な形では、スパロボミ参戦なので、うつ主が90年代のスパロボミ参戦作品で最も参戦を望むのは、完全にアニメ版のゲッターロボ号です。ググ100レッシーでローマ、ゴー、アキラ、ミーナを5回激励して、ダブルゼータを10を、11に移動させ、左に幸運ハイメガキャノン、ロフを撤退させ、範囲外のグラシブ流域機をダブルビームライフル CT で落とします。左の14、11なら範囲内でしたが、高層ビルが邪魔で侵入不可。アムで補給、上向きハイメガキャノンは幸運不使用にします。覚醒で人のクズか1に戻らせます。資金より育成優先。大ターン盤上は短期では最も経験値が多いから出撃。ザンボットは育成してから肉です。エマネイさん覚醒、熱血、集中。ザンボ分離のため、まずに枠開けます。うかすな。本話は計19機出撃でザンボ分離は用語枠開ける必要あり。ネイさん、ハサウェイ、みんな、覚醒仕様で戦艦搭載。味方経験値ランキングは分離後合計で合体ロボがトップ3。エレ様加速、ゴラオン27、14に移動、ザンボと隣接。ライディーンを踏み台さやかでゴラオンの下に隣接させます。強強27、19に出撃。ヤンロン気合3回、メギドフレームでゲイオス3機削り、前回は永遠の17歳の激励をしましたが、今回ガッテスにさせることなし、誤射してさらに2枠開けます。魔装機新3機はいい肉してますが、登録末尾なので使えません。誤射して枠を開けるしかないです。計4枠開きました。何回なくなりました。エレ様でライディーンとザンボ再動。さらにマーベル覚醒、ジャム奇跡、強調に隣接して再動。第4位と第5位は2回肉にできるデントロビウムトリガビです。ヒカルは経験値が低めですが、復活を考慮すれば高いです。ミスマーベル2度目の覚醒20、18でレストブランシュを落として第37話でルブ44ダブル覚醒。覚醒も覚醒22、19でもう1機落とします。アキラを本話でルブ38にするお膳立てが整いました。声を上げれば胸が鳴るゴッドボイスを初使用します。響け、神の声。ゲイオスブルード発撃墜で大爆発。消費エネ130なのでアムの補給、ジャム2度目の再動、パイロットアキラの命を削る非常にインパクトが強烈な必殺技で、第4次では10回以上使用すると最終話で出撃不可になります。前回はダバとエマに削らせて本話では使用しませんでしたが、今回は3連続で使用して、ダバとエマに最大限人のクズさせます。前回ウプ主は鬼になりきれていないと自覚してましたが、今回は鬼になりきれたと自負しています。最短ターンで最大限育成と人のクズをしようと思えば、使えるやつは過労死寸前まで働かせるしかありません。
これでアキラルブ38、ジワデルブ42ダブルになり、この強化力は戦力。彼自身のためであり、みんなのため、みんな幸せ。身を覚醒、前回は成功しなかった第39話でルブ100にするため、右下辺の敵を削りながら、ルブを上げない範囲で経験値稼ぎします。ジワ1ターンクリアでヤンロンとキュッテは仲間になりませんが、ジジワでミオは B チームに加わるのでルブ100を目指します。今回はクエスを仲間にしてクズカ全員ルブ100を難しくしましたが、そのことが B チームにとってプラスに働くこともあります。左端がロイカを削って、1EP リセポ消滅、ミーナ加速、覚醒、協調23、31に移動、さらに覚醒。ザムジードを誤射して、残母分離化になる警護枠開けます。幸運値仕様でも3機合計で資金線黒字。左のレストレイル4機は幸運で落とします。1機範囲外じゃなければ右にも幸運を使えました。残ったレストレイルは EP で空から隣接されると反撃 CT でも落とせないので、PP で落とします。うぷぬ。虫が5以外の90年代前半作品で参戦を希望するのは、鉄人28号 FX とレッドバロンですね。そろそろ人のクズ準備、アキラを再動させて、覚醒覚醒。宇宙多加速で列に並ばせて、撹乱、分離。コンブイに残ったレストブランシュを落とさせます。本話でルブ底上げすると、第37話でしなくてよくなり肉にできます。コンブイと残暴を優先的に育てるのは、肉にする機会を多くするためです。グランダッシャー。うおお。第42話でロフを落とせばヒョウマルブ47ダブル、チズルルブ48呼吸を覚えます。大作が激怒でゼブを撤退させて列に並ばせます。百式エマを27、15に出撃させ、出撃1のダバと縦人のクズ挟み撃ちを行います。レッシーを祭りにして、グレートヒカルを再動させた、サヤカも並ばせて整いました。撃ちます。ありがとう。出撃1から動かず、他を動かして2回人のクズ。5回で綺麗のレッシーだけ落としてルブ87。アムを祭りにして2回目骨しゃぶり行きます。1回目は奇跡のひらめきが残ってたサーバインも骨にされます。ありがとう。補給4回と頑張ったアムだけ落としてルブ93。って加減を繰り返しながら、ダバルブ100が見えてきました。光るひらめき、リガフィアムロを祭りにして、エマ2回目、撃ちます。あなたは私が撃つ。前回は本話でエマルブ92、テストプレイでもルブ97でしたが、今回さらに工夫してルブ100にできました。人のクズはまだまだ進化します。姉さんに最後のサイドを使って、ゴラオネレ様は左下最奥の敵にハサウェイを送るため、列を抜けないといけません。ハサウェイで3機中2機落として、1EP 突破率は 100%。ジワから90年代後半の雑談をしますが、エヴァが起こした第2次アニメブームは、97年頃から逆風の変化が起きて沈静化した件にも触れます。ヒカルでコンブイ復活、とっくに7枠空いたので分離。第32話に続いて肉にするため、復活で大作が激怒。ゴッドボイスで3回命を削ったライディーン・アキラも列に並ばせて肉にします。私の命を吸って。テストプレイではルブ97でしたが、右端のゲイオスを最後に落とせば、ライディーン・アキラを肉にできることに気づき、エマルブ100にできました。ゴッドボイス3回の後に肉にする、その発想は我ながら鬼だと感じました。前回文字は栄光の落日は姉さん6回行動で楽でしたが、今回は7回行動でさらに楽になります。EP はハサウェイが CT を食らっても落ちないので突破確定。ジワで覚醒40死は全員ルブ100、7回行動化になります。カッペイとアキラもルブ42ダブルになって栄光の落日の栄光の落日。90年代後半の雑談もします。本話の人のクズは7700赤字、エマ姉さんルブ100には安い出費です。
チワワハサウェイルブ100のため最大の赤字を出します。攻略自体は前回と差異が少なく、難関ではないです。チワワ難関と名高い栄光の落日ですが、ウプ主としては前回と差異が少なくて、どうしようかなー、雑談しようかなーって感じです。ご視聴ありがとうございました。この動画は、ご覧のユーザーの皆様が、